パリオリンピック出場を決めました龍神日本から石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手、関田誠大選手です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。皆さんオリンピック出場権獲得おめでとうございます。本当におめでとう。いやすごかったですよね。熱い戦いでした。どうしました。改めて代表して石川選手、はい、熱い戦いちょっと一言いただいてもいいでしょうか。でも本当に苦しい戦いでしたし、まあ、それでも切符を獲得できたので、うん、まあ、本当にホッとしています。本当に僕エジプトの試合、苦しい試合があった後どうなっていくんだろうってもう見てた方たくさんいたと思うんですけども、うん、はい、見事獲得、本当素晴らしかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあではオリンピックの切符を手にしたスロベニア戦でこれも、ね、実況を担当していて倉田さん、はい、どうだったですか。もう泣きそうな顔しますよ。すごかったです。でもスロベニアだけじゃないです。もう7戦すべてがすごかったということで、うん、この奇跡たっぷりと振り返りたいと思います。さあ日本マッチポイントは変わりません。どうするか。前は1番の西田、そして高橋藍、16年ぶりに自力でのオリンピック出場の切符をつかんだバレーボール男子日本代表。絶対に負けられないという重圧から解放され涙を流す選手たち。残り5試合あるので、まあ、あと全部勝つしかないですし切り替えていきたいと思います。後がなくなった日本、しかしここから快進撃が始まります。石川が受けてきました。自分で打つ。ここは前を狙う。西田が開くが3試合連続のストレート勝ちを収め、再び見えてきたオリンピックへの扉。そして一昨日もスロベニア戦、日本も絶対この試合に全てかけてくるんで、まあ、しっかりファイトして、晴れの日で絶対勝ちましょう。しょ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 。ストレート勝ちならパリオリンピック出場が決まります。2023日本対スロベニアの一戦がスタートしました。第1セット、スロベニアに連続得点を許す厳しい展開。そんな悪い流れを断ち切ったのが、流れを一気に手繰り寄せるキャプテンのブロックポイント。さあ一歩前に出るか。ジャンプトスから石川祐希、逆転、日本逆転。今度は速いです。しまいないスロベニア。これですよこれ。キャプテンの石川祐希選手が3連続得点を決め逆転。そしてチャンスボールだ日本。決まった。
最後は高橋藍選手が決め第1セットを奪うと、第2セットも勢いは止まりません。一進一退の攻防が続く中、日本にリズムを手繰り寄せたのは西田有志選手。スロベニアのサーブに対してネットイン返した。さあ西田が行く、エンドライン、いっぱいに決まった。第2セットも奪い、パリオリンピック出場権獲得に王手をかけた第3セット。日本バレーの象徴、つなぎのバレーが躍動します。セッターの関田誠大選手。サーブレシーブ、関田歩かされました。これをバックライトにつなげた。とんでもないビッグプレーが飛び出した。去年の世界選手権上位の実力、最後のスライス。エジプト戦で涙をした関田、あの時チームに自分の不甲斐なさを謝ったそうです。さあその関田はどうするか。そして迎えた運命の瞬間。さあ、この1本マッチポイントは変わりません。いや、関田選手どこまで打ってきたね。ここはどうするか。前は1番の西田、そして高橋藍。でも本当に苦しい状況でしたし、最後まで信じて、自分たちを信じて戦った結果がこれだと思いますし、まあ、目標を達成したのですごく嬉しいです。すごく嬉しいです。チーム一丸となって掴み取ったパリオリンピックの切符、史上最強と言われた今大会でしたが、どん底も味わった日本代表。試合後、舞台裏をカメラが捉えていました。フジテレビの人が隠し撮りしとるよ。めっちゃ寝た。頑張るわ。また帰って電話するわ。はい、すいません、ありがとうございます。パリ行くぞ。ちょっともう一度テンション上げようぜ、テンション。僕にやらせるだろ。西田有志選手。
いやでも小室さん本当にオリンピック出場権獲得してよかった、ね、いや本当に嬉しい限りですね。素晴らしかった、はい、石川さん昨日世界ランク2位のアメリカ相手にもう一進一退で、はい、もしくは惜敗でしたけれども、まあ、やっぱこの残念ながら敗れはしたものの今回の大会を振り返って、はい、まあ、オリンピックの出場権も獲得することができました。いかがでしたか。いやもう本当にチーム全員で勝ち取った勝利だと思いますし、うんうん、このチーム全員で勝ち取った切符だというふうに思っています、はい。まあ、でも途中でね、なんかまあ前半の3試合っていうのはなかなか流れに乗れなかったり勢いがつかなかったりでエジプトに負けたりっていうのが大きく変わっていったじゃないですか、はい、何か転換点であったんですか。まあ、なかなかリズムがつかめなくて、まあ、悪いところに目が行きがちだったのを、まあ、後半はいいところだけを見て、取り組めたことがこのような結果を生み出したのかなというふうに思ってます。まさにチーム一丸となって雰囲気をじゃ変えていったと。さあ西田さん大活躍でしたけども、もうサービス、サーブにスパイクにと疲れ残ってないですか。はい、いやもうありがたいことに疲れてます本当ですよ、やりきった証拠ですもんねこれね。 でも倉さんどうでした、はい、あの切符獲得した試合、中継されてましたけども、あの会場が揺れるってああいうことを言うんだなと。私ヘッドセットつけてたんですけど、それでも、ね、圧がすごかった、もう会場の上が本当に揺れるんですよ。でこれ男女通じて13万5000人近い方が会場に詰めかけていたんですけれども、はい、上は自由席、もう午前中から皆さんいい席取りたいってパンパンだったんですね。それぐらいに皆さんのバレーボールが本当にファンの心を掴んだし、かっこよくて強くてなおかつ面白かった、バレーボールやりたいっていう子どもたちもすごく増えたと思います。だけどワクワクしましたよね、はい、見ててね、はい、すごかった。そんな中でスロベニア戦、オリンピックを決めた一戦なんですが、どれぐらい会場が盛り上がったかというのを測定器を使って調べました。トップ3をちょっとクイズにしようと思うんですけれども、第3位は何だったと思いますか。セッターの関田選手、どのシーンだったと思いますか。相当難しい質問してるのは分かっています。盛り上がりベスト3を僕が遠いところ挙げた西田選手のスパイクですか。バックライト、はい、おお、技術的なところ、実はそうではなかったんです。正解はこちらでした。オリンピック決定の瞬間でした、はい、それが3位ですか。これが3位なんです。それが3位、1位じゃないですか。これで 108.3 デシベルというところで、100デシベルというのは目安で言うと、はい、電車が通っている時のガードレール下のガードレール下、まあ、大きさっていうか、それを超えてきた、超えてきたっていう、それでも、はい、これが第3位。このめくり方もなかなかなめくり方、折り方って申し訳ございません、はい、ここはしっかりアナログで。さあいかがですか、どうぞ。もういかがですか、しんちゃん、この決定の瞬間が3位だったですよ。いやいや、こんな大きい成人男性が、あんなジャンプしてもう喜んでる姿を見たら、もう爽やかすぎてかっこよくてもらい泣きしちゃいますよね。本当ですよね、本当におめでとうございます。おじさんキュンキュンしましたよね。いや、キュンキュンしちゃいましたよ、すいません、ありがとうございます。そして第2位が何かというと、ここもクイズさせていただきたいんですが、高橋藍選手、何だと思いますか。そうですね、まあ、みんな大好きなフェイクセットとか、うわ、来ますもんね、はい、フェイクセット。ところが正解は違いました。違う、こちらです。違うんだ、正解が第1セットを取った瞬間映像を改めてご覧いただきたいと思います。こちらです。関田選手のトスアップから最後はラン選手のこのスパイク、このシーンが第2位、108.8 デシベル。どうでしたか、改めて見てみて。いやー、まあ、そうですね、かなり点差があったので、そこからこう巻き返して勝てたっていうのは、自分たちにもすごいこうなんですかね、まあ、さらにこうギアが上がったというか、気持ちが強くなりましたね。やっぱ歓声でもってテンションって上がっていくんですか、どんどん。いや、めちゃめちゃ上がりますね。へー、そうなんですね。ということで3、2とやっていきました。皆さんここまで外れでございますちょっとなんでそんな嫌な感じするんですか、ちょっと。という中で、はい、第1位、一番スロベニア戦盛り上がった、会場が沸いたシーンは何か、石川選手、最後はぜひ決めてください。何だと思いますか。いやー、関田さんのサービスエース。関田さんのサービスエース、正解はこのシーンでした。目覚まし8が独自調査した試合中会場が盛り上がった瞬間、その1位がこちら。強打でいきました。
ネットに近いところ、日本チャンスボール、なんと関田。第3セット関田選手のこのアタック、なんと109デシベルを記録しました。これは自動車のクラクションと同じレベルの音量です。ということで、最も大きく盛り上がったのが関田選手のスパイクの瞬間という、谷原さん、109デシベル、自動車2メートル前のクラクションの大きさということですけど、関田さんいかがですか。いや、まさか自分だとは思わなかったですし、もう普通スパイク練習なんてしないんですよ。なんで突然ボールが僕のとこ来たんで、もう無心で打ちました。もう躊躇なかったんですか、あの瞬間は。ないです。はい、すごい。行った瞬間どうでしたか。もうよしっていう感じになり、やっぱりなるんですよね。あ、めっちゃ嬉しかったです。いや聞いた私が悪かった。会場中が多分、まさか関田さんが打つとはって思いがあって、やっぱ109デシベル行ったんじゃないですか。ですよね。皆さんもよく分かっているという。今回の戦い、改めて振り返ってみたいんですが、全7戦ございました。初戦フィンランドは3対2で勝ったんですけれども、2戦目エジプト戦、ここで敗れます。で、この敗れた後に結局日本は連勝してオリンピックをつかむわけなんですが、出場獲得へ明暗を分けた試合を一つ見ます。それがまさにエジプト戦、敗れた試合だったんですね。で、この時に試合が終わった後の様子をチーム専属カメラマンの岸さんはこういうふうに表現をしています。最悪だった、選手が今まで見たことのないような表情だった、彼の表現でいくとチームの底を見たという言葉を残しています。関田さん、あの2戦目でエジプトに負けて、その後のチュニジアもなんかちょっとこう乗り切れないような空気感もあったんですけれども、ご自身たちいかがですか、関田さんは。まあ、あの後チームでミーティングをして、個人個人の意見とか周りからの意見も聞いて、もう切り替えるしかないということで話し合いました。これ具体的に西田さん、どんなことを変えていこうみたいな話がありましたか。いやー、まあでも、なんですか、やっぱり自分たちは 1,2 セット目取って、3、4取られるシチュエーションが多かったんですけど、はい、まあやれてることはあったし、うん、でもそのやれてないことに対してのフォーカスが行き過ぎてて、自分たちの強みがなかったので、まあ、そこだけをなくせば良くなってくるんじゃないかっていうミーティングをやりました。なるほど。こっちは見てて、高橋さん、 1,2 取ると3セット目がなんか今までの流れだとちょっと不安なところもあったりしてたんです、見てる方としては。やられてる方としてはどうでした。まあ、もちろん僕たちもこう意識として、やはり3セット目こう、まあ、難しい展開になるだろうなとか、まあ、少しこう相手に押されて、そこを3セット目取られてしまうんじゃないかっていうイメージする場面はありましたけど、まあ、でもやっぱりもうなんですかね、やるしかない、もう自分たちを信じて、自分たちのバレーボールを出していくしかないっていう思いがあったので、まあ、もうそこを信じてやってましたね。で、石川さん、チュニジア 3-0 で勝ったと、トルコ戦の 3-0 以降すごくなんか勢いに乗ってるなって感じが、ね、したんですけども、はい、いかがでした。いや、もうそのチュニジア戦から、まあ、自分たちのバレーっていうものを見つけたっていうか、きっかけをつかんだから、まあ、全て 3-0 で勝てたのかなというふうに思いますね。いや、これ一言で言うの難しいと思うんですけど、自分たちのバレーとこの龍神日本、今のチームどういうものなんでしょうか。そうですね、その逆境からでも、どんな状況でも、強いバレー、点数を取れるバレーをすることが、まあ、僕たちの強さであると思いますし、まあ、特にディフェンスから流れを作っていくっていうスタイルが僕たちの強みです。コート上ですごいコミュニケーションを取ってる感がありますよね、倉さんね。いや、すごいんですよ。で、コート上だけじゃなくて、選手の皆さんってやっぱり戦った後に、うん、翌日の試合、相手チームのデータも分析するし、関田さん、本当に映像もものすごく見て皆さんやってるんですよね。まあ、基本的に、チームとしてはミーティングするんですけど、僕は個人的にも相手の映像を見たりとかしてます。ですよね。それぐらい研究をしてあのコートに立つという中で、はい、もう一つ明暗を分けた局面見てみたいと思います。それがこちらです。実はオリンピックを決めたスロベニア戦の前に行われていたアメリカ対セルビア、この一戦でアメリカがストレートでセルビアを下したため、2枠あるオリンピックの1枠をもうこれアメリカが決めたんです、はい、で、この段階で日本はこの日のうちにオリンピックを決めるにはスロベニアに対してストレートで勝つ、
ストレートで勝てばこの日決まっていた。で万が一そうでなければ翌日の対アメリカ戦、昨日の一戦で決まるという、ね、まあ、そういった大一番になっていったというわけなんですよね。これはセルビア相手にアメリカが 3-1 とか、はい、3-2 だったらまたさらに難しい状況になっていた、うん、いやこれそのスロベニア戦 3-0 ストレート、石川さん絶対取んなきゃいけないみたいなところで硬くなったりとかありました。まあ、1セット目は硬くなってたと思いますし、実際に6対1とかになった時はもう、あ、じゃあ明日まで持ち越しで明日勝つしかないなというふうには思ったりとか、まあ、そうしたらチャンスが来たりしたので、まあ、それを掴んだという感じですね。でもこれ西田さん、世界ランク2位のアメリカで、まあ、オリンピック出場か持ち越すよりはここで決めたいみたいな思いもあったりもすると思うんですよ。大活躍でしたよね。いや、まあ、僕前までやってた大会とかでもちょっと足引っ張ってちゃった方が多かったんですけど、まあ、今回のこの大会でやっと自分の強みも出せるようになって、まあ、チームのためにまあ、自分もなんか痛いところがたくさんあったにしても犠牲にしながらもこうやって形にできたことは嬉しかったです。やっぱ奥様のサポートというか精神的なサポートみたいなのもありました。そうですね、まあ奥さん自体もやっぱり悔しい思いをしてたんですけど、うん、自分のことをすごく応援してくださったし、うん、まあ、本当そこは力になりました ね。もうチーム全体の力でもありますよね、倉さんね、本当ね、すごかったんですね。でもちろん選手の皆さんもそうなんですけれども、応援してくださったやっぱりここには、はい、ファンの絆という、まあ、支えた3本柱用意しましたけれども、本当にファンの方々がすごかったなというふうに感じますけれども、はい、ね、高橋選手うなずきましたけど、やっぱりあったかかったですよね。いや、めちゃめちゃあったかったです ね。本当に力になりました ね。試合が終わるのが常に10時を過ぎてたんですよ、はい、けれどもずっと皆さん待っていて、はい、なんかね、かっこよかったですよ。石川さん盛り上げるのはちょっと苦手だみたいに VTR の中でおっしゃってましたけども、結構メガネは結構ふざけたのかけられるんですね。オリンピックも決めた後だったんで、はい、よかった、ね、そしてもう一つが絆として、これ家族との絆、はい、この一枚の写真から分かるように、うん、西田選手のあの一言というのが非常にこう湧きましてですね、うん、西田選手、はい、奥様の古賀選手が見守る中でインタビュー、なんて言ったんでしたっけ西田選手、これ聞きたい、聞きたいですね。まあ、あの時はちょっと自分に酔ってたんであれだったんですけど、まあ、世界一愛しとるから頑張ろうって言いました。さすがでした。ありがとうございます。インタビューを振ってしまって、これ古賀さんから後で何かまた言われたそうですね。あんな多くの人いる中でそういうのはやめてくださいって。照れ隠しですよね、きっと。照れ隠しなんですか、古賀さんの。いや、結構マジで言われました。マジですか。マジのやつです。なんか見てて微笑ましかったですよね、こっちはね。そうですよね、うん、関田選手、この光景ご覧になってどうだったですか。僕正直このシーン聞いてないんですよ。え、そうでしたか。聞いてなくて、後から聞いてすごいこと言ってんなと思いました。すごいこと言ってんな。、はい、言いましたね、はい、すごいこと言ってんなと言った関田選手も実はこんなシーンがありました、はい、こちらです。実は試合の中でこれネックレスのように見えるんですが、指輪に見えるんですけれども、これはどういう指輪なんですか。これ結婚指輪です。結婚指輪、うん、やっぱ指につけると曲がっちゃうぐらいのね、血液症かかりますから。でかつこの指輪をプレー中にどういうふうに扱っているのか、こういったシーンもあるんです。そうなんですか。見てください。はい、あちゃ、大事な場面で。これはどっちなんでしょう、あの思いを込めたのか、ただ内側に入れたのか。関さん、どっちなんですか。どうですか。これはなんかルーティンの一つとして気持ちを落ち着かせたりとか、あとはなんか勇気をもらったりとか、そういう思いがあります。なるほど。毎回指輪はネックレスにしてもうつけていらっしゃるんですか。毎回、はい、今もつけてます。あ、ありがとうございます。気合いと、そういう、ね、奥さん思いとかもなんかまたキュンキュンしちゃいます。やはり、ね、もう守るものがあるっていうね、そのね、強さっていうのがやっぱり本当にすごいなというふうに思うんですけれども、そして忘れてはいけないもう一つの支えられた絆、支え合った絆というのが藤井選手との絆ということでした。日本にはもう一人の代表選手がいました。
パリオリンピック出場を決め、歓喜に沸くコートで掲げられた背番号3。あ、そして福澤さん、はい、背番号3番藤井選手のユニフォームです。はい、いや、もうやっぱり彼が作り上げたチームでもありますから、はい、いや、本当に全員で勝ち取ったオリンピックですよね。今年3月、31歳の若さで亡くなったもう一人の日本代表、藤井直信さん。これに座った、これに座った、やったぞ。これは強くってきた。さあ、リがいます。そのリのアタック、これですね。はい、ピックにも出場し、長きにわたり日本バレーを牽引した藤井さん。しかし、去年2月に胃がんであることを公表。日本代表としてパリオリンピックのコートに立つことを信じ、病と戦い続けましたが、今年3月、帰らぬ人となりました。藤井さんと共にパリへ、そんな思いを胸に挑んだ龍神ジャパン。偉大な背番号3の背中を見てきた後輩たちは、その約束を果たしました。そして背番号3番、天国から藤井さんも喜んでると思いますよ。藤井さん、やったよ。あのみんな今日頑張ったと思います。藤井さんも喜んでますね。喜んでます、大喜びしてると思います。多分本当に多分ちくわあげてます、今お墓の前に。多分そうっすよね。いや、早く会いに行きたいです。マジでお墓に会いに行きたい、早く。そして同じセッターとして苦楽を共にした関田選手は、そして胸には藤井背番号3、彼にどんなメッセージを送りますか。いや、もうすいません、本当にしんどかったですし、藤井さんがいたかった場所に自分もここに立って精一杯頑張ろうと思って戦った結果、まあ、みんなも一生懸命こう助けてくれたり引っ張ってくれて支え合ってやっていけた結果が出たので本当に良かったと思います。関田さん、藤井さんの思い、それをもう何とか叶えよう、実現することができて本当に素晴らしいと思いますけども、そこに至るまでの道、やっぱプレッシャーは関田さんありましたか。そうですね、今まではライバルとして、うん、切磋琢磨しながら一緒に競い合ってきた仲間だったんですけど、はい、今回の大会では本当に支えてもらって、うん、非常に本当に助けられた存在です。うん、石川さんからご覧になって藤井さんはどんな方だったんでしょうか。やっぱり明るい性格で、チームに常にポジティブを与えてくれた存在でしたし、やっぱり彼がいなくなってチームも少し暗くなったりとかありましたけど、まあ、今回は一緒に戦ってくれて、自分たちもポジティブになれたので、まあ、その結果がこのオリンピック切符を取れたというふうに思っています。高橋さん、いかがでしょう。もう藤井さんとこう出会ったのが自分がまだ19歳の頃 で藤井さんが29歳とかもうそれぐらいの年だったので、まあ、僕からしたらもうなんか、なんていうんですかね、もうお兄さん以上の存在というか、でよく面倒も見てもらってて、で最初わからない状況も多い中、まあ、すごいこう助けてもらったのを覚えてて、でしんどい状況もこう常にこう明るい性格で、藤井選手がこう自分をこうポジティブに変えてくれてたので、本当に今でもそれはもう生きてますし、自分の今のこうポジティブさというか前向きに考えられるところ もう藤井選手からいただいたものだなと思ってます。西田さん、藤井さんオリンピックパリに連れていくことできますね。いや、もうこれは何ですかね、発表があってから、はい、多分みんなが
そのタイミングで思った一つのことだと思うので、はい、まあ、それをみんなで叶えれたことも嬉しいですし、うん、まあそこであの藤井さんのユニフォームが出てくるとは思わなかったんで、あ、はい、そうなんですか、持ってきてるというのは僕は知らなくて、あ、ああいうふうに見た時にはもう嬉しかったですね、本当に、はい、あのユニフォームっていうのはいわゆるその、まあ、販売されているものっていうのは藤井さんご本人のユニフォームだったんですか。そうです、本人 の、 あのオリンピックの時のユニフォームです。あ、はい、そうなんですね。あの西田選手なかなか調子が上がらなかった時に藤井さんから電話が、闘病中の藤井さんから電話があったって伺ったんですけど。そうですね、僕も去年の今頃ぐらいに、うん、あのベッドから起き上がれない体調不良とかになってしまってて、その時にもあの藤井さんも闘病されている中で自分に電話をいただいて、あの必ず良くなるからって、すごくあの励ましをくれたことがすごくあって、あの1回だけじゃなくて何回もやってくださって、本当にそこで力をいただきましたね、はい、このチームにとってはもう最強のメンターだったということですよね、藤井さんがね、はい、小木さん、この龍神NIPPONまだまだ強くなりますね。本当ですよね、うん、一戦ごとに強くなっていくのもね、うん、不思議だったし、あんなバレーボールっていうのはあんなにこう揺れるもんですか、 こっち行ったりあっち行ったり、それやってて分かります、はい、自分たちで。そうですね、流れが結構あるので、流れが、うんうんうん、なので、あの流れは作っちゃうのは何の力ですか。まあ、いい時はもちろん自分たちの力もそうですし、あと日本で会場、日本の会場でやられてたのでお客さんの声援とかも借りて、自分たちの流れに持ってきてたなというふうに思います。やっぱりもう一ついいですかね、はいはい、あの質問なんですけど、あの会場の声もものすごいあのデシベルっていうかすごいボリュームだったでしょ、はい、大きかったので、こう会場見てると圧倒的に女性が多かったんですよ、うん、あれは恥ずかしくなかった何と言うんですか、なんかほら恥ずかしいじゃない、恥ずかしいですやっぱり力になりました。そうですね、はい、もうすごく力になりますし、はい、あのまあ、嬉しいことですね。あ、まあ、一番の見せ場でもあるわけですから、え、見せ場ですもんだって。それ見せ場だって今までもうちょっと男性が多かったような気がするの。あ、今回女性がね多いですよね、思われませんでも今小木先生もドキドキしてますから血圧上がらないように横でちゃんと見てますこの世代のスポーツ選手にお聞きしたいのが、うん、そのメンタルのコントロールなんですけど、うん、その、まあ、藤井さんの支えというのももちろんあったかと思うんですが、うん、ああいう逆境からこう立ち直っていく時のメンタルコントロール、僕ら昭和のあのスポーツの世界ではもう根性一筋だったんですよ、水飲むな、足止めるな、そんなことで、まあ、メンタルを強くするってことです。今の世代ってどうやってメンタルをコントロール、メンタルを強くしていってるんですか。僕はもう自分がやるっていう思いだけでやってるのと、まあ、あとはなんとかなるっていうふうには基本的には思ってて、そう考えすぎないように今までやってきたことは間違いなく力になっているので、まあ、それを信じるだけだなというふうに思って。そんな不合理なそういう根性練習とかもう今はないわけでしょ。あんまりないと思いますね、まあ、でも僕は最終的には根性だなというふうに思います乗り越えるところはですか、はい、でもあんだけの声援だと、でもあの関田さん、作戦とかの共有とかって難しくないんですか。まあ、事前にミーティングしているのもあるし、その試合の時の試合中の時にあのあでもないこうでもないっていう中でのこの選手の間で会話できてるんですか。あの中ではきちんと、はい、してます。また盛り上がりました。石川選手、うん、こうキャプテンとしてこう、まあ、嬉しいところ時も辛い時もあったと思うんですけれども、こうコート内で意識していたことっていうことはありますか。まあ、コート内ではやっぱりいい時も悪い時もやっぱり目見て話し合ってコミュニケーション取って、っていうところを大事にしてましたし、まあ、少しでもなんか不安な要素があってしまうといけないので、まあ、目を見て自分たちは大丈夫だっていうところを常に今大会では意識してました。なるほど、やはりコミュニケーションっていうところを一番意識されてたんですね。しんちゃん、聞きたいことないですか、なんかしんちゃん。いやいや、もうあの私あのあごめんなさい聞きたいことというよりも、うん、こうテレビで見てるよりもものすごいこう洋服の下の筋肉がすごく大きいんだなってって思いました。もうこの上腕二頭筋だったりね、この具体的な場所もね、太ももの太さとか、なんかきっとこことかもねものすごい大きいんだろうなと思って、ちょっと
脱いでいただけますかとか何言ってんだ、しんちゃん。いや、すごい、きっとね、見たい方たくさんいらっしゃる。いらっしゃると思いますけれども、それもプレーでね、躍動する姿見ていただいて。失礼いたしました。さあ、おじさんお待たせしましたよ。あのね、これあれば夕ご飯を食べてから試合に入っておられるんですか。ちょっと小木先生、手を挙げて。でも聞きたいですよね。あんま食べちゃったら動けないですよね。まあでも試合の大体3時間前くらいには炭水化物はしっかり入れて。その時のなんか勝負飯とかあるの？ありそう、うん、大会期間中は基本的にうどんとおにぎりで。そんな軽いの？やっぱりもう炭水化物を中心に取っていくということで。そうですね、はい、そうですか。では最後に石川選手、パリオリンピックの意気込みお願いします。はい、パリオリンピックでは、メダルを狙えるチームをこれから作っていこうというふうに思ってますし、まあ、皆さんに、もっと強い姿をお見せしたいと思います。はい、改めましてパリオリンピック出場おめでとうございます。本日はスタジオに石川選手、西田選手、高橋選手、関田選手にお越しいただきました。本当にお疲れのところありがとうございました。ありがとうございました。